まずい。これはまずいことになったな。どうするか。おお、旅人。これは千の風に感謝しないとな。今、凡人を助けるため風神が使わした使者よ。どうか手を貸してくれまいか。うわ、なんかムカムカするぜ。実は騎士団の奴らの耳には入れられない話でな。お前にしか頼めないんだ。だからここじゃちょっと場所をか、そうだな、騎士団横の庭あたりがいいだろう。ついてきてくれ。なんか怪しいな。大丈夫だろう。早く教えろよ。一体何があったんだ。何から話すか。そうだな、まず俺個人の過去に関わることだから他言無用で頼むな。安心しろ、オイラの口は固いぞ。実は俺の祖父は海賊だったんだ。へえ。いやいや、反応薄くないか。さては信じてないな。ほら見ろ、この眼帯は海賊である祖父の遺伝なんだ。血がつながっている証だろう。昨日祖父が残した手記を読んでいて偶然見つけたんだ。お宝についての記述をな。はあ、お宝。手記によるとお宝の隠し場所は失われたアルカディア遺跡っつうところらしい。お宝けどな、遺跡の所在については未だ手がかりがないんだ。お宝ガイア、それはどんなお宝だ。金塊か宝石か。ふふん、金目のものなど三流のお宝さ。祖父の宝は剣だ。手にするだけで無敵の力を得られる真剣らしいぜ。もともとは天空の島にいる神がうっかり海に落としたもんでな。それ、その剣を手にした瞬間、雷鳴は轟き、海は荒れ狂い、晴天だった海原に突如として竜巻が現れる。真剣の力で祖父は8つの頭を持つ海蛇や銀髪、しかしあまりにも強大であったため他の海賊たちがその剣を奪おうとしてきた。争いを避けるため祖父は真剣を隠したんだ。いやあ、信じがたい大冒険だよな。これぞ。うわあ、すごい、すごすぎる。だが近頃ある宝刀団の動きが活発でな、いくつもの遺跡が洞窟にあっているんだ。そのアルカディア遺跡も奴らに見つかっちまうんじゃないかって心配なんだよ。そりゃダメだ。悪い奴らに取られるぐらいならオイラたちが。とにかく安心しろ、オイラと旅人が力を貸すぞ。ほう、助かるぜ。くれぐれも内密に頼むな。いなあ、どうだ、ワクワクしないか。すっごい真剣らしいぞ。とりあえず冒険者協会へ行って情報は遺跡のこと。
そんなくだらないことのために来たんじゃないぞ。天空の島から落ちてきた8つの頭を持つサキュバスや超超すっごい神剣を探してるんだ。平気平気、お宝の隠し場所さえ言わなきゃ。それでサイリスさん、失われたアルカディア遺跡って。アルカディア遺跡、聞いたことない名前だ。でも情報提供ありがとうさん。見つけたら俺にも見せてくれよ。ん？情報って、めぼしい手がかりを見つけられなかったな。さすがは真剣の隠し場所だ。とりあえずもう一度ガイアに会いに行こう。戻ってきたか。何かわかったか。冒険者協会で聞き込みはしたけど手がかりなしだった当然だな。わ？いや、手に入れがたいものほど手にした時喜びを感じられるものだろう。そこでだ、俺の方でちょっとした情報を仕入れてきてやった。知り合いに頼んで裏の情報屋に行ってもらってね。どうやら。本当か？そいつは今どこにいるんだ？そう慌てるな。情報屋にもルールがあってな。情報の漏洩を防ぐためにまずは連絡係に会わないといけない。待ち合わせ場所はささやきの森だ。そうと分かれば早速向かおうぜ。その通り、さすがだ。俺も一応騎士だからな、そういう裏社会とつながりを持つわけにはいかないだ。助かる。もちろん情報量についてはこちらが持つから安心しろ。へへ、任せろ。何かすごいことを聞いたみたいね。アナ、絶対直すから。あ、漁師トーストの匂いだ。あ、鹿狩りの方から匂うぞ。柔らかいトーストを厚く切って、玉ねぎをいっぱい乗っけて少し焦げ目がつくまで焼いたら、そのまま口に。よし、決めた。早速鹿狩りに行って漁師トーストを買おう。もちろんお前のおごりだ。鹿狩りの漁師トーストは最高だ。実はこれもモンドでは誰もがレシピを知ってる定番料理だな。食材が足りるならお前も作れるよ。お前の腕は鹿狩りを超えられるかな。オイラは喜んでお前専属の試食係になるからな。失望させないでくれよな。あと大根スープ。あそこのお姉さんが手を振ってるぞ。行ってみようか。冒険者協会へようこそ。あなたのことは観察させてもらいました。観察？こいつなんかしたのか？いえいえ、優秀な冒険者を見つけることも私の仕事ですから。あなたから伝説の冒険者たちと肩を並べられるほどの素質を感じます。それはオイラもわかるぞ。彼女と一緒にいると安心できるんだ。でも冒険者にとって素質よりも経験の方が大事です。冒険経験を積み重ねることで冒険ランクが上がります。早速新しく入ってきた冒険者に紹介しますね。待って、
オイラたち、もう正式な冒険者になったのか？安心してください。冒険者協会には会費を払う必要も強制的な義務もありませんから。つまり、協会に入ったらメリットだらけ、デメリットはありません。とにかく、冒険ランクが上がるたび、冒険者協会から報酬をもらえます。これは、協会から新人へ送るプレゼントです。確認してくださいね。改めて入会を歓迎します。これはあなたの冒険の証です。新人の加入はとても大事なことですから当然です。これには協会の依頼や報酬に関する情報がたくさん載って、会員の証明でもあるからね。それともう一つ、冒険ランクが上がりにくいと感じる時がたまにあると思いますが、その時は印象に残る任務をクリアすることで協会の認可をもらえますよ。印象に残る任務？冒険ランクの上限を突破するための突破任務。今はまだその時じゃないですが、あなたの経験が多くなればみんなの認可をもらえるチャンスも増えてくる。では今日はここまでにしましょう。これ頑張ってくださいね、冒険者さん。あいつの頼みなんて聞かなきゃよかった。あいつ？ありがとう、助かったよ。セピロス騎士団の人たちよりよっぽど。これぐらい朝飯前だ。旅人？それじゃあお前が。ちょうどどうお礼をしたらいいか考えてたの。今回の情報はタダでいいわ。情報屋は人脈を重んじるからね。それじゃあよく聞いてね。湖の城に。ねえ、それだけ？この情報が記されている紙にはこんな絵もか。これは、はあ、でもこんなもん旅人にかかれば大したことないよな。まあ、この紙はあなたたちにあげる。ひひ、ありがとう。湖の城に六本。どうよ。立っているだけじゃ退屈だな。どれにしようかな。隣国のリー
や、戻ってきたか。その様子だと手がかりを得手に入れたはいいけど、一筋縄じゃいかなそうだ。湖の城に六本腕の巨人が三体いる。謎解きか、ベタなこった。湖の城はモンドのことで間違いないだろう。で、おお、さすがだ。風車の羽はちょうど6枚。それを6…なあ、言われてみれば。あとは簡単だ。3本の風車のうち、神の像の近くにある2本が神の像を守る巨人。残りの1本が守っているものこそ、おそらく…お宝、オイラでもわかるぜ。うまくいくといいな。行こう、その風車のところまで行ってみようぜ。彼女は彼のことを愛してなどいなかった。今回も絵がついているな。なんだよ、またもうダメだ、オイラは疲れた。ブラッ、とにかく今回もよろしくな。彼女は彼のことを愛してなどいなかった。清き泉の情熱はただの虚像。何かわかったか？お前らが拾ってきたの、ただの恋愛小説の切れ端じゃないだろうな。なんだ、間違って拾ってきてたのか。冗談だよ。もう真面目に考えてくれよ、ガイア。確かにこの謎は前回より難しいようだな。清き泉の情熱、どんな時に清き泉が情熱を帯びるんだろうな。そんな恥じらいのないやつモンドで、まさか。これは失礼、他人の趣味に口を出すべきじゃなかったな。おい、こいつを何だと思ってるんだ。でももしそうなら、情熱的なのは泉じゃなくて
入っている人の方じゃないか。いい発想だ。例えばそう、滝とか。それなら清泉町の裏山にある滝のことだな。モンドの清き泉が情熱的な一面を見せてくれているの。滝の心についてはおそらく滝の左側を指すはずだ。最後の寂しさに震える時は神の目が操る氷元素と何か関係があると。氷元素を扱える仲間を連れてった方がいいぞ。大したことじゃないさ。セピロス騎士団の一員として謎の一つや。じゃあオイラたちは清泉町に行ってみるよ。せいぜい企みを頑張れよな。ん？あ、違った。犯罪者の企みを見抜くのを頑張れよな。伯爵出撃。こいつはどうだ？これで謎は全て解けたぜ。それよりこの宝の地図随分と雑だな。海賊らしいといえばらしいけど。それじゃあ、さすがオイラの相棒、全く同じことを考えてたぜ。すぐに行かないとな。例えばガイアが、オイラはただその噂の件をこの、いよいよ一目見れればいいんだ。天下無敵とか遊んで暮らしたいとか。さ、おしゃべりはお宝を見つけた後にしよう。アルカディアのお宝探しの旅へ出発。
アルカディア遺跡ってここだよな。なんていうか。わかったぞ。普通だからこそ誰も気づかなかったんだ。深いぜ、ガイアのじいちゃん。ネズミだろ。ビクビクすんなって。さっさと行こう。お前って本当にせっかちだな。こいつはどうだ。おとなしくしやがる。こいつはどうだ。こいつはどうだ。こいつはどうだ。お楽しみはこれから。これ。おとなしくしやがれ。おとなしくしやがれ。これ。その必要はない。あとはこちらに任せてもらおう。情報屋か。どいつもイザードだ。砲塔弾を。そんな、おかしい。オイラたち、ふん。見くびってもらっては困るよ。俺の号令一つで外で待機している仲間が入ってくるてはずになってる。俺と違って
話が通じない奴らでね。お楽しみのところ申し訳ないが、仲間とやらがここに来ることはないぜ。そいつらとはもうモンドの牢獄内でしか会えないからな。もちろんすぐにお前も再会させてやる。騎士団だと？うわ、ガイアだ。ガイア、こいつあとちょっとだったというのに。ほう、悪いがここにお宝なんてないぜ。無駄足ご苦労さん。え？お宝が今盗賊ごときに騎士の何たるかを語られてもね。おい、ちょっと待て。おとなしく捕まってたまるか。なんだ。ち、面倒なことをしてくれ。おい騎士、なんとかしろ。俺を見殺しにする気か。ああ、それも悪くない提案だな。待った、ちゃんと罪を認めるから早く助けてくれ。交渉成立。少し残業するか。おとなしくしやがった。こいつはどうだ。頼んだわよ。こいつは、ほどほどにしておけよ。これお前って本当にせっかちだな。ほどほどにしておけよ。こいつはどうだ。約束はしっかり守ってもらうぜ。ちょ、おい、犯罪者への扱いがひどすぎないか、騎士団。冗談だよ。さて。はっ、ガイア隊長。隊長、この二人も連行しますか。何？はは、必要ない。二人は今回の功労者だ。こいつらが偽情報をばらまいてくれたおかげで楽に砲塔団を捕まえられたんだからな。うさつき、嘘だらけの悪人、騎士団の恥さらし。ストップストップ、わかったわかった。お宝は嘘だけど、お前でないとなんで俺に報告もせず先。行こう。こんなやつもう知らない。まあまあ、ちょっと待ってくれよ。今回の件は二人のおかげで助かった。この件は夜を切り裂く勝利への不都合神剣。この黎明の神剣は俺個人が大切にしているコレクションだ。黎明の神剣？そうだ、話のわかるパイモン殿にふさわしい剣だろう。まあ、俺がその霊…分かってくれるな。お前たちのような優しい友人を持った俺は下方者だ。なあ、今回の件は本当にすまなかった。でも安心してくれ、同じことは二度としないと誓うよ。
楽しい一日だったよ。それじゃ、俺は帰って奴らの。今日はここで失礼するぜ。